虎に翼第70話まで見たので、それに関して話していきます。あとは次回の7月8日からのあらすじなども話していきます。まあネタバレってやつですね。このチャンネルではこのようなことを話しているので、チャンネル登録高評価をしていただくと新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、よろしくお願いします。そんなわけで第70回までを見たんですけども、今週もだいぶ感動的な話というか、思わずうるっとくるような場面が2回もありました。そんなものがね、あってね、まあ非常に見ていてね、ハッとさせられるような場面とかもあってね、そういうので、のめり込んでいます。そんなわけでね、個人的に印象的だった出演の一つ目は、トモコが民法の本を作るお手伝いをして、それのゲラ釣りを見ると、自分の名前が書いてあって、それに感慨深い表情を浮かべていました。思い起こせば、今は亡き元夫が法律の本を出したいというのを寝床で話していて、それを布団越しにね、そんな会話をされていたのを思い起こして、それに思いを馳せるようにトモコは優しく微笑みながら、代わりに夢を叶えたってことにしちゃおうかしらという、そのセリフで思わずうるっときちゃいましたね。あれはなんかね、亡き夫への思いもね、ちゃんと残していて、未だに愛している思いの強さを感じられたのが感動的だったなと思ったし、いいシーンでもありました。それともう一つね、良かったのは梶山英治くんのシーンですね。両親ともに親権を破棄したいということになっていて、結構揉めていたんですけどね、最終的には夫側の姉が面倒を見るというあの流れが良かったなぁと思ってね、エイジ君がその保護者と二人でトモコの元から去ろうとしている時に、ちょっとトモコの方を振り向いてニコって笑顔を見せてくれた場面がね、良かったなぁと、そんな風に感じました。そんな感じで私の中では結構良かったんですけどね、ネット上で見ると今週の物語では結構賛否分かれている場面があったということで、そんな指摘があったんで、それも紹介させていただきますと、それが保坂先生が大観の記念祝賀会を開かれて、そこで智子が最後に花束を渡す予定だったんですけども、先生がスピーチで、結局私は大岩に落ちた雨だれの一滴に過ぎなかった、でも何クソともう一踏ん張りするには私は追いすぎた、諸君後のことはよろしく頼むとスピーチを話していたんですけども、それを聞いていた智子は涙を流して、そのまま花を滝川に渡して式場を出てしまいました。そして廊下で桂葉からガキと叱りつけられていましたが、再び廊下で穂高先生と対面して、智子は謝りませんと反発していました。このシーンに関して賛否が起こっていました。ネットの反応を見ると、今日和解できてよかったけど、やっぱり祝賀会での振る舞いは良くなかったです、申し訳ありませんでしたってのは欲しかったかな、許す許さないとか以前の問題、親子のようでも本当の親子じゃない、仮にも恩師、いや本当の親子でも良くなかった行いに対してはちゃんと謝りますよ、そういう点では穂高先生の方が人間は古くても器が大きいですね。まあそういう意見があったりもしたんですけどね、後ほど監督がこのシーンの説明をされているのがインタビューであったんですけども、表現としては怒りかもしれないけど、ここは智子から穂高に愛情を伝えるシーン、ここで2人はただの仕事相手や師弟関係じゃできない喧嘩をしている、もはやある種の親子喧嘩であって、これは大いなる愛なんですということでね、結構そういう説明に納得されてる人もいたんですけども、まあネットだと、なるほど、怒りの理由はそうなのか、あの内容では残念ながら伝わらない、どんなに言葉を並べても見ている方は怒りは怒りとしてしか受け止めることができない、トモコなりの不器用な愛の表現だとも思えない、穂高先生のようなタイプの人なら自らの功績を謙遜してあのような言葉にすることもあるのではないか、それを真に受けて怒っているようにしか見えないのだということだそうでしてね、
釈然としないようでもありました。まあでもね、その揉め事があった後に、まあ今週の最後の方でね、うん、結局はまあお互いにね、まあ穏やかな感じで対面して会話をされて、丸く収まるっていうか、まあわだかまりが少しはあったかもしれないんですけども、別に先生のこと嫌いじゃないですよっていうのをね、智子が説明していて、まあ雨降って地固まるというかね、そんな感じのシーンでもあったのかなと、後ほど思ったりもしたんですけどね、うん。まあその和解というかね、まあお互いに会話してる時のシーンは、穂高は私は古い人間だ、理想を口にしながら現実では既存の考えから抜け出すことができなかったと智子に謝罪すると、そのまま続けて、君は既存の考えから飛び出して人々を救うことができる人間だ、心から誇りに思う、それを伝えたかったと智子を教え子に持ったことへの感謝も口にしていて、それに対して智子は、私はてっきり怒られるのだとばかりと言うと、穂高はそんなことはこれ以上嫌われたくないとして、智子が私別に先生のこと嫌いなわけじゃと否定すると、穂高は分かっとるよ、それなりについていてくれてるのはとして、穂高はそのまま最後に笑ってすっきりした顔でお別れできそうでほっとした様子で、佐田くん気を抜くな、君もいつかは古くなる、常に自分を疑い続け時代の先を歩み立派な出がらしになってくれた前と話していたということで、このセリフに対して SNS では穂高先生の言葉ぐさっとくるなや、穂高先生と智子は何か親子みたいだ、親離れをしてこれからは自分でした選択に責任を持たないといけない、教え子たちが穂高イズムを引き継いで新時代を切り開いていくと思います。星長官、法律も古くなると言ってた。どんな仕事も同じで、機械は新しくなり、法律もシステムも変わる。私たちも努力を続けなければならない。生きるって大変といった意見もありました。まあそんな感じでね、結構賛否は分かれていたんですけどね。まあでも、揉め事こそあって、こう、思想の部分で譲れない部分があったのかなとか思って。まあでもそれもお互いに分かり合えてる部分があったのが、救われた思いがあったのかなと思って。私は割と批判の声も上がっているけども、悪くはないシーンのようにも思ってね、結構気に入ってたりもするっていうね、そんな立場でもありますね。そんなわけで次回のネタバレも話していきます。15週71話7月8日から放送開始のもので、猪爪家の様子がおかしいというので、1951年昭和26年でアメリカの家庭裁判所を視察して帰国した智子、多くの学びと刺激を受けますます仕事にやる気になっている中で、そんな智子に雑誌からとか取材の依頼が舞い込むと、なんと取材の内容は、新時代の女性代表として智子に密着取材をお願いされていました。帰国後そんな感じで智子は滝川とラジオに出演したり雑誌の取材を受けて、その反響は大きさに驚くばかり。2人は家庭裁判所の父、家庭裁判所の母という通り名までつけられて、ますます世間に広く知られる存在になります。智子の家族も一緒に取材を受けることになったのですが、猪爪家の面々は智子のためにと協力しようとするのでした。猪爪家にていよいよ智子の密着取材も始まりますと、智子はできるだけいつも通りの暮らしぶり行動を心がけますが、しかしいざ家族の様子がいつもと違ってどこかおかしいと智子は感じていたようでもあります。そういう中でね、まあどんな感じで見せてくれるのかなっていうのと、まあ他にも仕事も順調な中、智子はある離婚調停を担当することになりました。不貞行為をした妻の福田ひとみに対して夫の福田圭太が離婚を申し立てた事案で、真摯な離婚調停に向き合う智子ですが、調停が進む中、妻ひとみのある考えに気がついてしまったようです。つまり女性のために裁判官になったと誤解しているひとみは、智子が担当することで女性である自分に有利に働くと計算されていたようでもありますが、智子は性別に関わらず弱い人の味方でありたいという人間平等の考えでもあります。そんなひとみに違和感を覚えているようで
もありました。ひょっとするとハテというね名言もここで登場するのかななんてことを思ったりもしました。まあ、そんなわけで今回はね、まあ、軽く振り返ってみましたけどね、まあ、虎に翼もますますと盛り上がってるようでもありましたんでね、まあ本格的にいろいろとね、まあ、今後も追っかけていきたいなと思っております。よかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。